全国のロケット愛好家の皆さん、こんにちは。前回は、SLS の問題のうち、主に、コスト、年間の運用経費について見てきましたが、今回は、計画の遅延と今後のスケジュールについてです。SLS は、年間数十億ドルの予算がかけられているため、計画の遅れは、そのまま、数十億ドルの予算超過となって、開発費の増大に直結しています。それでは、まずは、SLS の開発の遅延について確認していきましょう。2010年受験法では、SLS の初飛行目標は2016年でした。アルテミス1は2022年なので、単純に言えば、SLS は最大6年遅れと言えます。しかし、この目標は、NASA が即座に実現不可能と報告したものであり、2012年には、初飛行予定は2017年内となり、現実的には2018年あたりというのが、NASA の想定でした。2018年という期限は、会計上での評価基準、エージェンシー、ベースライン、コミットメント、ベースラインにも反映されています。ベースラインは、NASA が大規模な計画を行う際に決める、スケジュールと費用の想定であり、立ち上げ、開発、運用と3段階に分かれています。立ち上げは、計画全体の方向性を定める期間で、この時点では、費用もスケジュールも確定せず、開発に至って、初めて、開発の費用と期間の目標が定められます。ブロック1の開発ベースラインは2014年1月に作られ、開発完了、つまり打ち上げは2018年の11月に設定されていました。実際の打ち上げは2022年11月となったので、ぴったり4年遅れたということになります。ところで、ベースラインには費用の想定もあるので、こちらも見ておきましょう。ブロック1のベースラインの費用想定は64億ドル。2022年時点で最終的にかかった開発費は91億ドルで 42% の超過となりました。立ち上げ費27億ドルもこれとは別にあります。ただ、2011年から2022年までの SLS 累計予算は238億ドルもあり、ベースラインの数字はその半分に過ぎません。観察総監室もこの点を批判しており、NASA は会計上の費用を小さく見せるため、開発費にはアルテミス1関連費のみを計上し、多くの費用を開発費から除外してしまっています。よって、ベースラインは SLS の費用の実態を反映しているとは言い難いものがあります。前回の動画で扱わなかったのはそれも理由です。ブロック1の開発費を小さく見せる代わりに肥大化したのがブロック 1B のベースラインで、こちらは立ち上げに 12.8 億ドル、開発費想定は 36.7 億ドル、合計50億ドルが当てられています。ブロック1の立ち上げ及び開発費の118億ドルに対し、ブロック 1B のベースラインコストはその4割以上です。明らかに経費の一部が後ろに回されています。ブロック1とブロック 1B のベースラインを合算すると、立ち上げに40億ドル、開発費128億ドルで計168億ドルとなります。しかし、ブロック 1B の実用化目標、2028年までにかかる累計予算は380億ドルであり、これでも過小評価でしょう。以上のように、ベースラインは費用評価には適さないのですが、スケジュールについて言えば、ベースライン目標の2018年は、現実味があるものでした。SLS の要素のうち、RS25、SRB、そして ICPS は、2017年中に製造が完了しており、コアを2017年中に完成させられれば、2018年の実現も不可能ではなかったからです。ですが、結局、コアステージの完成は、2019年末と2年も遅れ、その後の試験の遅れも重なって、計4年の遅れとなりました。理想的なスケジュールに対し、実際の SLS の経過を並べると、このような形になっています。この遅れの中身について、掘り下げてみましょう。2016年までの SLS 開発は順調でした。エンジン、SRB、ICPS は、どれも2017年中に出荷の目処がつき、コアも試験用タンクが完成したところでした。2017年1月時点の計画では、2017年末に SLS1 号機のコアを完成させ、ステニス宇宙センターにて統合テスト、グリーンランを行い、最後にフロリダのケネディ宇宙センターへ送る手はずでした。グリーンラン試験と KSC での試験は、それぞれ最短で半年、合計で1年以上かかり、マージンも加味すると、製造完了から打ち上げまでは1年半から2年、遅くて2019年内といった目算でした。そのためには、2017年中にコアステージの製造を完了しなければならなかったのですが、SLS1 号機のコアを製造する段階に至って、問題が立て続けに発生します。
まず、2017年2月、SLS を製造するニューオーリンズの未修度組み立て施設に竜巻が直撃します。竜巻は、施設の真上を通過し、天井を剥がし、付近に置かれていた未使用のシャトル外部タンクも吹き飛ばし、甚大な損害を発生させました。幸い、死者は出ず、負傷者もほとんどいませんでした。工場にあった SLS の機材にも、直接的な損害はありませんでしたが、損害は3億ドル、回復には最低で3ヶ月かかるとされました。そして、ほぼ同時期に SLS1 号機のタンク溶接、摩擦広範接合に問題があったことも発覚します。SLS のタンクの厚みは最大で 1.6 センチもあり、この厚みの摩擦核反接合にはあまり前例がありませんでした。様々な手法が試験され、試験タンク製造では問題なくできたのですが、その後に加えた小さな手順の変更が SLS1 号機向けの実機タンクで問題を起こしていることが明らかになります。この溶接の脆弱性問題は発生確率が低かったために、試験片の溶接では分からず、実物大タンクを溶接して初めて発覚したという厄介なものでした。タンク強度が十分な可能性もあったのですが、確かめるためには長時間の検査が必要となり、結局溶接手法を戻して SLS2 号機のタンクを製造し、1号機に用いることになりました。ちなみに問題となったタンクは後に検査をクリアし、現在は SLS3 号機のコアステージに用いられることになっています。問題はさらに続きます。2017年5月、操作ミスによって試験用の酸素タンクのドーム部分がジグにぶつかって損傷、修理不能となります。試験用タンクにももちろん代替品は必要であり、先の溶接問題に加えて遅延はあっさりと1年以上へ伸び、2018年中にコアステージを完成させることも難しくなりました。2018年2月にはエンジン部の配管部品が適切に洗浄されていなかったことが分かり、全ての配管を再検査、必要があれば再洗浄交換するという作業が必要となりました。エンジン部での推進システムや機器の取り付け作業、それ自体も製造が初めてなこともあり、想定以上に長くなりました。2019年初めには連邦予算をめぐり、共和党と民主党が合意に失敗、連邦政府は5週間閉鎖され、SLS 製造は停止しなかったものの、影響を間接的に受けます。計画は、2019年3月に入って、ようやく軌道に戻り、この時の2019年末の完成という目標は、なんとか現実になりました。2020年1月8日、コアステージはついに完成し、グリーンラン試験のため、ステニス宇宙センターへと出発しました。打ち上げ目標は、2021年4月になっていました。グリーンラン試験はステニス宇宙センターの B2 試験台にコアステージを丸ごと乗せて行う約8ヶ月の統合試験で、最後に打ち上げを模した8分の燃焼試験を行うことになっていました。ですが2020年3月、新型コロナウイルスがアメリカにも到来、ステニス試験場もロックダウンされます。スペース X は対策をとってせっせとスターシップの作業を続けてたりしましたが、政府機関である NASA は厳格な感染対策を行い、試験は3ヶ月近く停止されました。再開後も感染対策のために作業効率はどうしても低下し、結局予定は5ヶ月オーバーし、2021年1月にようやくグリーンラン最後の8分間の燃焼試験が行われました。しかしこの試験も制限値を厳しくしすぎたために、燃焼開始後1分で自動停止となります。再度の燃焼試験は2021年3月に完了、グリーンランの遅延は7ヶ月となりました。コアステージの KSC に着いたのは2021年4月28日のことでした。ここからの準備は最短で半年とされていましたが、 NASA は準備期間を10ヶ月に設定、打ち上げ想定は2022年3月となりました。実際の打ち上げが近づいてきたことで、 NASA もどんどん慎重になっていったといえます。2022年3月、打ち上げリハーサル、レッドドレスリハーサルのために、初めて SLS が組み立て棟を出ました。しかし、この時の4回のレッドドレスリハーサルは、許容範囲外の水素漏れにより、すべて中断されました。SLS は組み立て棟に戻され、追加の水素漏れ対策を行い、6月に再び発射場へと送り込まれ、レッドドレスリハーサルは、6月20日にようやく完了します。そして、SLS を打ち上げる試みが、8月末から始まりましたが、前回とは別のところから再び水素漏れが発生、発射台での修理を試みたものの収まりませんでした。9月末には
ハリケーンがフロリダに来たため、SLS は一旦撤収、月への打ち上げウィンドウの都合上、次の機会は11月となりました。その後も、発射場で別のハリケーンをやり過ごしたり、水素漏れを直したりして、最終的に SLS が打ち上がったのは、2022年11月16日のことでした。メットドレスリハーサルや本番での遅延は、主に水素燃料の漏れが原因でした。ただ、これは設計上の問題というよりは、あくまで初期不良の類だと考えられます。SLS が用いる水素、酸素の量は、スペースシャトルより 36% ほど多いだけなので、水素漏れも、継続的に充填プロセスを改善していけば解決可能な課題のはずです。ただ、SLS の打ち上げが少なすぎるので、試験タンクでも作って、追加のリハーサルなどやらないと改善するのも厳しそうではありますが。以上が、アルテミス1が4年遅れた内訳です。製造完了が2017年末から2019年末と2年遅れ、統合試験は離巣6ヶ月から15ヶ月に、打ち上げ準備も離巣6ヶ月から19ヶ月になり、合計4年延びたという感じです。詳しく見ると、それぞれに理由はあるという感じですね。それに、4年から6年という遅れは、次世代の西側主力ロケットの遅延としては長いわけでもありません。日本の H3 の目標は2020年度中でしたが、2022年度末と2年延び、成功したのは2023年度末です。ULA のバルカンの目標は2019年中でしたが、2024年1月と4年遅延、アリアン6も4年の遅延が確定的です。コロナや竜巻、ハリケーンなど、どうしようもない事情を考えると、SLS の遅延は納得できなくもない気はしてきます。ですが、SLS は初打ち上げを終えたから安心、とはいきません。むしろ、これからのスケジュールも問題だらけなのが、SLS の難しいところです。端的に言えば、SLS は打ち上げ数が少なすぎて、10年くらいは、コスパが改善される望みがないのです。2020年代の SLS の打ち上げは、2022年のアルテミス1から2029年のアルテミス4までの4回のみです。その8年の累計予算は240億ドル、1機当たりの値段は60億ドルとなります。観察室はもう少し温情を持って1機25億ドルくらいと推算していますが、単純に予算と打ち上げ数から値段を出すと1機60億ドルです。なお、2030年代に入ったら NASA は年間1機打ち上げるとしており、そうすると前回も述べたように、インフレ調整込みで、1機あたりの値段は25億ドルくらいまで減ります。SLS の問題は、結局、SLS が高価すぎるということに集約されます。SLS の1機あたり費用を下げたければ、数を増やすしかないのですが、そもそも高すぎて、NASA には、1機も増やす余裕がありません。高すぎるので、生産を増やしたくないですし、高すぎるので、他のプログラムから予算を奪ってしまい、オライオン以外に打ち上げるものがないという状態に陥っています。過去には、SLS の打ち上げ数の少なさを補おうと、木星の衛星エウロパへ行く探査機、エウロパクリッパーの打ち上げを SLS でやれと、議会が法でねじ込んだこともありました。ですが、NASA は、SLS は20億ドルかかると反対し、加えて、SLS は、振動が大きくて探査機を壊す可能性があるという調査結果が出たため、この案は撤回されました。最終的に、エウロパクリッパーはファルコンヘビーで打ち上げられることになりました。契約額は SLS の10分の1以下の1億5000万ドルでした。現在、NASA は SLS の総予算を抑えることを優先しており、コストパフォーマンスが悪くなることを承知の上で、SLS の打ち上げも最小にとどめようとしています。月探査では、SLS 以外にも必要なものが多くあるので、SLS の予算を抑えて他に回さなければなりません。しかし、議会が、SLS 以外に予算を出さないので、これもうまくいってませんでした。トランプ政権がアルテミス計画を立ち上げたとき、NASA は2020年、2021年と2年にわたり、総額70億ドル規模の月計画予算を請求しました。しかし、議会はその半分しか出しませんでした。なお、同機関の SLS とオライオンには90億ドルと、予算請求よりも8億ドルほど多くの予算が出ています。新宇宙探査予算は、2011年以降、ずっとこんな感じであり、議会は、SLS とオライオンには、常に、要求以上の予算を出し、その他の計画には、要求未満しか出さないということが続いています。当然ながら、SLS のペイロードも、オライオン以外には何もできず、NASA の新宇宙探査計画は、困った状態が続いていました。月着陸船、HLS を、
2021年にスターシップに決めたのも、予算の都合上、スペース X 以外の提案を受けられなかったためでした。この問題は、今も糸を引き続けており、2026年のアルテミス3は月着陸を目指しているものの、HLS がそれまでに間に合う見込みはありません。最低2年は遅れるでしょう。となると、SLS は暇になるのですが、高すぎるので、他の目的に使うというのももったいなく、そのまま寝かせておく、というのが NASA の判断です。ですが、SLS が休んでいようと、議会は延々と予算を流し続け、法で決まってるために、それらを他へ回すこともできないという、どん詰まり状態に陥っていました。しかし、こうした状況は変わりつつあります。表向き、NASA は、SLS は、アルテミス計画になくてはならない存在だと言い続け、ブロック 1B やブロック2の開発も粛々と進められています。ですが、NASA が何やら企んでいることを示唆するニュースは徐々に増えてきています。特に重要なのは、2024年4月末の NASA 諮問委員会で明らかにされた予算管理についてであり、どうやら NASA は、ついに、議会から SLS の予算を調整する一定の自由度を得たらしいのです。2023年度までの歳出法では、議会は SLS とオライオンの予算を NASA 市で最低何億ドル以上と指定しており、 NASA に調整の余地はありませんでした。しかし2024年の歳出法ではこうした文面は消え、探査計画全体で 76.7 億ドル、内ブロック 1B 開発は最大6億ドルとなっており、文書にない部分は NASA が調整できる自由度を得ました。もちろんこれが即座にSLS の縮小につながるわけではなく、来年度も同様の自由度が得られるかは不明ですが、明らかに NASA は SLS を修正しようと動き始めています。同月、ボーイングは SLS 事業の縮小を発表しました。規模は SLS に携わる人員の数割、数百人に及ぶと報道されています。開発後の若干の事業縮小は規定のことではありますが、加えて中期的にSLS の生産数が増える可能性はないと判断されたのも縮小の理由の一つでしょう。アルテミス2はオライオンの耐熱シールドに課題が見つかったことで2025年9月以降へと遅れ、その結果2020年代に打ち上げられる SLS は合計4機か最悪3機となりそうな状況です。かつてならそうした状況に関係なく議会が直接 SLS に予算を供給していたので事業規模を維持することも可能でした。しかし2024年度より NASA は SLS 計画の予算を切り詰めることができるようになったため、ボーイングも余裕を残しておくことができなくなりました。 NASA が SLS にテコ入れを行おうとしている手がかりはもう一つあり、それは SLS 運用を将来的にボーイングとノースロップグラマンの合弁企業へ移管する方針を示していることです。現在 SLS 計画は NASA が直接統括し、機材の製造や運用のサポートなどを個別にボーイングやノースロップグラマンに契約しています。これを運用までボーイングとノースロップグラマンの合弁企業へ移し、オライオンを月軌道まで打ち上げるという商業契約にまとめることを NASA は計画しています。しかし SLS を商業化しても商業有人計画でのスペース X とボーイングのような競争相手がいないので、コスト削減にならないという問題も指摘されています。実際スペースシャトル運用も1996年以降はボーイング主体の合弁会社に委託されていたのですが、競争がないのでコスト削減になっていませんでした。ですが、おそらく NASA は将来的に月商業有人計画を立ち上げることを目論んでおり、そうなれば SLS も競争にさらされることになります。 ISS への商業有人計画の成功を受け、 NASA は有人月着陸船 HLS についても商業計画を採用し、スペース X とブルーオリジンへと開発を委託しています。2つの企業に委託することで、1つが失敗した場合のバックアップを用意するとともに、競争によって少なくとも一方のコスト圧縮を実現するというのが商業計画の狙いです。しかし SLS とオライオンが担当する地球から月軌道までの有人輸送については、おそらくは議会の反発を恐れ、 NASA は商業計画を立てようとはしていませんでした。ですが状況は変わりつつあり、 HLS が成功した暁にはさすがの議会も SLS とオライオンに競合する商業計画に反対することは難しくなるでしょう。そうなればSLS 運用はボーイングらの合弁企業へ移管され、 NASA が立ち上げる月商業有人計画の候補の一つとして他企業との競争にさらされることになります。その後 SLS は競争の中で予備としてあくまで維持されるのか、
そのまま競合に負けて終わりを迎えることになるかは分かりません。 NASA としては商業計画を通じ、最終的に月への手頃で持続可能な移動手段を得ることができれば、 SLS でもスターシップでも構わないでしょう。とはいえ、こうした話が出てくるのはもう数年後、月面有人着陸が本当に現実味を帯びてくる時期になると思います。アルテミス計画が成功できるという確信が得られるまでは、 SLS は議会へのオレンジ色の広告塔として維持され続けるでしょう。以上、 SLS のこれまでの遅延、まだ安心できない将来の打ち上げ計画、そして将来どうなるかについて見てきました。シャトルという偉大な過去の遺産の上に立つ SLS は、しかしその負債を清算できず、今後も新宇宙探査に必要な費用対効果を得ることが難しいという状況です。確かにシャトルの後の2010年代、民間主導の宇宙開発がうまくいくかわからなかった時期に、 SLS は議会から NASA が莫大な予算を得るための基盤を提供してきました。ですが今や NASA の有人宇宙開発の進むべき方向性ははっきりしています。2010年 NASA 受験法はその役割を果たし、次世代へ引き継ぐべき時期が来ました。最後は議会と NASA の綱引き次第ですが、 NASA は徐々に外堀を埋めてきており、意外とあっさり SLS が打ち切りとなる可能性はあるのではと思います。というわけで、ここまで全12回にわたって SLS の背景や議論を追ってきました。投稿者はこういうダメっぽいのに止められない計画、破壊物です。次回はまた間隔を空けることになりますが、現在進行中のアルテミス計画の歴史か、スターシップを扱うかを考えています。希望があればコメントをお願いします。本動画シリーズでは、主に近年のアメリカの宇宙ロケットについて解説します。フォロー、マイリスト登録、YouTube チャンネル登録などしていただくと、投稿者が喜ぶので、よろしくお願いします。それではまた。